茨城県を自由気ままに自分のペースで探検していく茨城ダラダラ探検隊、隊長のリュウでございます。おいい、チャンネル登録よろしくです。茨城県常陸太田市を走っています。今日は常陸太田市原宿町という場所に向かっています。常陸太田市を流れる源氏川という川の川沿いに約10万本の彼岸花が咲くそうです。これがとても綺麗で、茨城県の彼岸花の名所となっているということです。体調的に2、3年前から行きたいと思っていた場所でしたので、とても楽しみです。それでは行きましょう。